原油,原油は、油田から採掘したままの状態で、生成されていない石油を有。埋蔵状態としては、油田、地下、オイルシェール、地下の結岩に含まれる。タールサンド、レークアスファルト等がある。特に2000年代になって、タイトオイルを水圧破砕法で取り出す技術が、アメリカで開発され、シェール革命と言われるほどの産出量になっている。 採掘後、ガス、水分、異物などを大まかに除去したものが原油である。黒くて粘り気のある液体であり、様々な分子量の炭化水素の混合物が主成分である。他に、硫黄、酸素、窒素を含む化合物を少量含む。素性は、炭素が83から87%、水素が11から14%、硫黄が5%以下。 その他の元素は2%以下である。比重は0.8から0.98。原油は、鉄鉱石や石炭と並んで主要な鉱物資源である。スイートオイル、甘い原油は、軽質、API 比重30.42度で、かつて異様だが、世界的に極めて種類が少ない。サワーオイルは、硫化水素が0.04モルパーセント以上含まれており、悪臭があるとされ。 ほとんどの中東産とウエストテキサス、ニューメキシコ、カンザスから産出される原油はこれに該当する。2001年時点で全輸出量の約5割を占めるオペック加盟国だけでも輸出によってに100億ドル以上を得ている。以下に埋蔵量、産出量、貿易、消費についてまとめた。統計資料には 石油開発資料2003とエネルギースタティスティックスアブック2001を用いた。原油は古くから日常生活に利用されてきた。例えば紀元前3000年頃のエジプトのミイラには防腐剤として天然のアスファルトが用いられている。このほか、薬剤、建築物の詰め物のほか、一時的な投下としても利用された。いずれも地表に染み出してきた原油。 アスファルトを採取して利用していた。中世において最も大規模に原油を利用していたのはアゼルバイジャンのバクーである。地表だけでなく35メートルの深さまで掘り下げられた油性から原油を採取していた。原油が資源として大量利用されるようになったきっかけは19世紀、半ばに原油に代わって灯油がランプ油として利用されるようになってからである。 また1858年にはルノー・アールエンジンも発明され、需要が伸びるにつれ採掘の必要性が高まり、アメリカ合衆国のドレークはペンシルベニア州に初の油性を建造、1859年8月に原油の採取に成功した。日米貿易は1853年の日米和親条約に始まるが、1879年には、 アメリカ人で商船 JA トムソンの船長チャールズ・ロジャースが知人に頼まれ日本の物産を購入する際に新たな市場としての日本へ貨物として生成した石油を届けている。現在の技術で経済的に採取できる埋蔵量を確認埋蔵量と呼ぶ。技術の進歩や石油価格の上昇などによる損益分岐点の変動が起こると確認埋蔵量が増える。 したがって、確認埋蔵量は、新しい油田の発見がなくても変化する。ある時点における確認埋蔵量をその時点における、年間消費量で割った値を火災年数と呼ぶ。2003年時点での確認埋蔵量は、全世界で 190GL。地域分布は偏っており、アジア州、特に、中東地域が56.5%を占める。ついできたアメリカ州のセント。 ヨーロッパ州と南アメリカ州の8.0%である。埋蔵量と産出量を比較すると、カナダ、イラク、アラブ首長国連邦など、埋蔵量が上位10位に入りながら、産出量が比較的低い国が確認できる。BP による、単位は送バれる、カッコ内は世界シェア。2009年時点の1日あたり生産量の上位10、カ国を以下に上げる。 なお、日本産の原油については、石油、日本の石油事情を参照のこと。2014年。単位は、万バレル、日。2004年時点の、全世界の輸入量は、産出量の60%に相当する21億5000万トンで、ある。2004年時点の、全世界の輸出量は、20億9400万トンである。2015年の、 全世界の輸出入量は19億7、700万トンで、ある。輸入。輸出。世界の原油取引の単位は、通常、バレル、バレルが使用されている。英語のバレルは、損の意味で、ドラム缶普及以前は損に入れて運ばれていた名残で、ある。バレルにはいくつか異なる尺度が存在するが、石油用の1バレルは、 約159リットルの体積を表す。原油の量を表す単位として、キロリットルやトンも使われる。世界的な原油価格は、商品先物市場での取引価格が一つの指標として採用されており、これを基準に、原油品質や引き渡し値といった個別取引での事情が加味されて、価格形成される。また主要産油国の世界の中での相対的国力も、 原油価格に微妙に影響してくる。基本的に産油国は原油高が継続するよう様々な政治活動をするためである。商品先物取引での価格は原油の受給バランスや投機資金の流入流出によって形成される将来価格の予測となって現れる。ただ、先物取引量と現物の量の違いが大きすぎて先物価格と現物価格が乖離することがある。 ニューヨーク商業取引所での WTI 原油価格は2002年夏頃まで1バレル約159リットルが20ドル前後で低迷していたがアメリカ合衆国のイラク侵攻の可能性が高まるにつれて上昇に転じた2003年春の開戦直前に1バレル40ドルをつけた後下落に転じた米軍のイラク占領後も 原油輸出が回復せず再び上昇に転じた。また、中国の石油需要が高まったために、原油価格は下げにくくなった。また主要産油国となっているロシアの大手石油会社、ユコスに、倒産の可能性が高まったことから高値をつけ、2004年のアイバン、2005年のカトリーナなどのハリケーンによって、米国の製油所が被害を受けたことや、 産油国ナイジェリアで反乱が拡大したことから2004年9月28日に標準原油価格が1バレル5ドルを突破した。その後、2008年には初めて1バレル100ドルに到達した。2008年7月11日には一時1バレル147.27ドルの最高値をつけたが、9月15日には1バレル100ドルを割るまでに急落した。 その後9月22日には1バレル120ドル台にまで急騰したがリーマンショックに橋を発する世界的な金融、経済不安を背景に12月18日には1バレル40ドルを割るまでに暴落した。この乱高下には投機マネーが大きく影響していると考えられている。そして景気指標の改善とともに2011年中頃の110ドル。 これまで原油価格は上昇して行った。その後、上下動を繰り返し、中国の成長率鈍化が伝えられ始めた、2014年5月の107ドル付近から、急速に加工を始め、2015年1月13日には44ドル付近となっている。逆オイルショック。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。